6番の小兵大谷安奈が現在2番手ここは7番内場の後ろマークの作戦でしょうか3番手には3番高橋智恵です高橋も近況4場所連続決勝進出中ですこの後ろからの組み立てが千葉人気の2番石井貴子位相前の小倉のミッドナイトで見事な先行まくりで完全部位を飾っておりますこの2番の石井には山梨の1番渡辺ゆかりがつけるような集会です 六番手に四番斉藤由紀、斉藤も動けます。最高峰には、五番の新潟の田中真由美の集会です。さあ、羽が入っております。少し誘導員との間隔、先頭七番内村車間を切るような作戦。六番・大谷安永、二番手、三番・高橋智恵、二番・石井孝子、一番・渡辺ゆかり四番斎・斉藤由紀、五番の田中真由美の集会。で、まもなく最終方へと向かっていきます。ここで誘導員が退避します。 さあ2番の石井ですが少し車間を切りますが先に動いたのは3番、高橋智恵さあ追い込みの高橋が叩いて先頭まで上がっていきますがここは叩いて飛びつき作戦なのでしょうか。 2番の石井はまだ動く気配取りません2番手7番内村がさあこれで合わせてダッシュが一気にダッシュを見せました2番の石井貴子マーク作の1番渡辺ゆかりが2番手ケープその後ろ3番手が3番の高橋と7番内村で絡んでいきますそして4、6番4番5番さ3番手以降少し離れる状態先頭2番の石井マークの1番の渡辺ゆかりとワ1,2決まりそうです2番の石井1番渡辺3着には7番内村です